はい、皆さんこんにちは、鉄でございます。ワールドスタジアム5、続きやっていきましょう。で、本日は、阪神対中日ですね、第6回戦となります。先発ピッチャータイガース星野伸之さんで、ドラゴンズの方は川上憲伸さんですね。で、スタメンは、控えも出たがってる人おるけどね、ちょっとこのまま行きましょう。矢木さんが調子上がってこないね。まだヒットも打ってない今シーズンね。八木さん確かこの年最後じゃなかったかな。はい、ということで昨日はね、ハンセルさんの完封勝利でしたタイガース。今日は星野さんが登板。阪神中日第6回戦、1番センター、昨日はね、速い球で抑えておりました。2球目引っ掛けました。まずは関川さん、セカンドゴロでワンアウト。サード種田、ここもセカンド上坂さん取りました。ツーアウト。3番ショート福留、レフトへ打ち上げました。クルーズさん、ラクラクキャッチ、スリーアウト。初回ドラゴンズは三者凡退となりました。1番センター赤星、ここはちょっと打球がね強すぎました。セカンドゴロワンアウト。そして上坂さんが現在絶好調、これもヒットになりそう。レフト前落ちました。文春君に回ります。さあ文春君は追っつけました。右中間の当たり、上坂さん三塁を回った。文春君もセカンドを回る。ホームイン、タイガース先制。文春君の右中間へのタイムリースリーベース。そしてクルーズさん、クルーズさんも右中間、真ん中、ど真ん中、ブジックホームイン。クルーズさんはセカンドへツーベースヒット。これも会心の当たりで、広沢さん登場。広沢、あは、打ち上げた。広沢さんは打ち上げてしまいました。ショートフライ。ツーアウト、ランナー二塁。ペレスさん初球打ち、これは伸びがない、センターフライ。初回タイガースは、タイムリー2本、2点の先制に成功しております。さあ早くも援護点をもらった星野さん。ティモンズ、ティモンさん引っ張った。ここはクルーズさん取りました。レフトフライ。山崎武さんは初球打ち引っ掛けた。サードゴロ。6番、さあ星野さん、球数も少なく打たせて取るピッチング。ここも引っ掛けた。セカンドゴロ、スリーアウト。球数も少なく素晴らしいピッチング。2回終わってまだヒットは許しておりません。さあ坪さん一発欲しいね。坪さん初球打ち、ここは引っ掛けてファースト投げれません。ファーストのエラー。8番キャッチャー矢野、そう、これライトね、取っちゃいましたね。今必死で戻りました。ピッチャー星野さんはこれはレフトの前、落ちない、やばい落ちませんでした。落ちるように見えた打球だったんですけど、ティモンズさんダイビング。2回はアンラッキー、無得点。7番ライト井上、取れない、上坂さん取れません。ライト前ヒット、ちょっと甘かったね今。8番キャッチャー中村、3球三振、今日初の三振。
9番ピッチャー川上。これも3球三振、見逃し。右打者は全く反応ができない。センター関川、関川さん初球打ち、力のない打球のショートゴロ。しかしドラゴンズは、初ヒット出ましたけども得点には結びつきません。1番センター赤星、赤星さん、さあこの打席は綺麗にセンター前に持っていきました。センター前ヒット。さあもちろん盗塁を狙います。2番セカンド神坂、盗塁成功、ノーアウト二塁。神坂さん打率7割超え。これもコツンと合わせて、あ、これは落ちない。ライト井上さんダイビング、ワンアウト二塁。文心君登場、ショート、文心君追加得点のチャンス。ティングカウント、センターへの強い打球、センターオーバー。文心くんツーベースヒット、タイガース3点目。そしてクルーズさん、これは早すぎた、思いっきり引っ張っていきました。さあどうだ、いい当たりだぞ、右中間へ入った、23号ツーラン。クルーズさん出ました、一発。3回の裏のタイガース、ここでようやく追加点、5対0。あ、広沢さんちょっと窮屈になりました。ペレスさんはどん詰まり、ショートゴロ。まあ一発狙いはね、欲しいところなんでね。クルーさんにようやく出ました、一発、3点追加。3回終わって5対0。種田さんはショートゴロ。武士くんね、よい肩があるから余裕を持って守れる。福留め、これもショートゴロ。4番レフトティモンズ、打ち上げました。武士くん下がります。ショートフライ、全部ショートへの打球でした。この回4回の表のドラゴンズ、またも三者凡退。星野さんは許した1本、たった1本。つぼいさんはダメだ、今日は全然タイミング合わない。8番キャッチャー矢野さんもバットの先端引っ掛けちゃいました。これも初球打ち。9番ピッチャー星野さんもここは打ち損じました、セカンドゴロ。タイガースこの回下位打線は三者凡退、4回の裏無得点。5番ファースト山崎、見逃し、3つ目の三振。さあ急に奪三振のペースが増えてきました。立浪、レフトへ、あ、レフトオーバー、フォークが落ちませんでした。ワンアウト三ワンアウト三塁となります。あー危ないちょっと甘く入りました。くれぐれもご注意ください。ここはランナー動けません。セカンドゴロ、
ツーアウト三塁で、ドラゴンズで一番実はホームランを打っている中村武史さん、引っ掛けたショートゴロ、スリーアウト。ドラゴンズランナー三塁進めましたけども得点することできません。またもやスコアボードは0点。1番センター赤星、センター返し、センター前ヒット。さあ赤星さん出塁しました。2番セカンド上坂、盗塁成功、ノーアウト二塁。ちょっと際どかったね今。ここはショートゴロとなる。赤星さん三塁、ブシク引っ張りどころ、おっつけた、センターオーバー。ブシン君はわざと一塁でストップしました。レフトフルーズ、サトリー成功、ワンアウト二塁。あ、引っ掛けた、サードへ送球する。さあそれを見て文心くん戻ります。広沢さん一発出るか、あー詰まった、広沢さん詰まりました。センターへのフライ。今日はペレスさんもヒットが出てね。サードペレス、さあどうだ、引っ張ったぞペレスさん、いい当たり入った。7号スリーラン、ギリギリやったね。ちょっと詰まっとるんやね、あれもね。パワー落ちするとペレスさん究極にミートゾーンが狭くなる。さあしかしそれはそれでも入りました、ホームラン。ついに健信さんここで降板。ピッチャー前田、坪井さん強い当たり、右中間。セカンド回ったところでストップ、ツーベースヒット。矢野さんも今日はノーヒット。あ、これはヒットになる。さあ坪井さんホームイン、矢野さんツーベース、10点目。あ、ここはピッチャーファースト方向に弾きました。星野さんはピッチャーゴロでスリーアウト。タイガースは5回の裏ビッグイニング5点追加、今日も2桁10得点。ピッチャー前田さんは、あ、ファースト広沢さん後ろへ下がりました。ファーストファールフライ。1番センター関川さんセンターへの打球、ここは赤星さん優位を追いつきました。ワンツーアウトのランナーなし。2番サード種田さんは初球打ち引っ掛けたファーストゴロ、バトンセンタースリーアウト。さあ6回の裏はタイガースは1番から。1番センター赤星、赤星さんは今日2安打、調子を徐々に上げてきております。ここは、あ、これは飛びすぎました、ライトフライ。上坂さん今日はヒット1本。上坂これは前センターへ落ちます、センター前。3番ショートルシー君、盗塁成功、ワンアウト二塁。ファーストへ送球しました、上坂さん三塁へ。さあクルーズさん今日はホームラン出ております。今度はインサイド、ここは惜しい当たり、今度は打ち上げてしまいました、ライトへ。もう井上さん落下点におりました、スリーアウト。6回の表偶数回が得点できてないタイガース無得点。
さあラッキーセブンですけど、葛西さん行こうか。さあピッチャー変えます。葛西さん登板。見逃し、3球三振。4番レフトティモンズ。打ち上げました。左中間、やっぱ LR 入り悪いな。ファースト山崎。さあ初球から払ってきました。山崎さん2球目インサイド見逃し。さあ分身区がファースト送球間に合った。ショートゴロスリーアウト。ラッキーセブンドラゴンズは三者凡退。さあタイガースは5番の広沢さん、今日はノーヒット。広沢反動がすごすぎる。あははは、これも損じるか。広沢さん今日は4タコ。ペレスさんは3打席目でホームラン。あ、ここもこれは打ち損じた。これもタイミング合っていない。坪井さんは第3打席でツーベース。あ、センターへ打ち上げてしまいました。センターフライ。この回はフライアウト3つ。まあね、ごめんなさいね、10点取ってるからちょっとホームラン狙いたいんよ。6番セカンド立浪。初球打ちセカンドゴロ。7番ライト井上。ドラゴンズはね、まあ、今年もあのね、2022年もそうでしたけどね、くれぐれもご注意ください。打撃が深刻よね。8番キャッチャー中村。あー、ブシック弾いた。これジャンプ戦でよかったか。すんませんね。さあ代打大保さん登場しました。代打大保。スイングアウト。3球目、ごめんなさい、5球目を空振り。8回の表のドラゴンズ、またもやも得点。さやのさんは、あ、岩瀬さん登場ですね。ギャラドさんまでは回せません。3打席目でツーベース。岩瀬ライトへ流したけどこれは飛びすぎ、ライトフライ。さあ葛西さんは、9回も投げるのでそのまま。初球打ち引っ掛けました。ショートゴロ。今日は岩瀬さん1位ってとしてるね。センター赤星。ここはショートゴロ内野安打。さあゴロさんは取り狙いましょう。セカンド上坂取り成功。さ、上坂さんも今日はいいね、いい働き。センター、あ、飛びすぎた。センターライナー、スリーアウト。8回の裏のタイガースは、赤星さんね出ましたけども得点できませんでした。さ、葛西さんはセーブを狙って9回の表も登板。センターへの打球、あ、守備方にしようか、昨日と一緒でね。で、あ、違う、上坂さんの代わりに、シュータ君に入れましょう。で、レフトは、あ、クルーさん、あ、そうか、クルーさん、リーか、
界はな。ごめんなさい、神坂さんね。だからレフトにすりゃいいんだ。で、セカンドのところにシュータ君入れて、こうやね。檜山さんもね、ちょっと出したかったけど、出す暇がなかったね、今日は。はい、行きましょう。さすが本職、セカンドの方がうまい。3番、ショート、福留め。最後は文心くん、セカンドゴロでゲームセット。葛西さん、今日も3回きっちり投げてくれました。今日も快勝、得点2桁得点でタイガース快勝。阪神タイガースの勝利となりました。やっぱりね、昨日もか一昨日も言ってたかもしれないですけど、文心くんのホームランよりやっぱりクルーズさんとか広沢さんを打つとかね、ペレスさん打つ方が嬉しいね。はい、ということで今日は両外国人に1本ずつホームラン出ました。クルーズさんの23号、ペレスさんの7号で、星野さんに勝ちですね、6回投げて、葛西さん3回完了でセーブ、完封リレーという勝利でした。他球場、川村さん、あ、ベイスターズね、快勝、川村さんが勝ち投手で、もう一つの試合はまたジャイアンツ勝っております。岡島さん、ニューマンさんで負けてるもんね。これで23試合終了か。はい、ということで激勝は激勝ですけどね、星野さんが負けなしの5勝目、ケンシンさん9失点、岩瀬さんが今日は打ち抜くかったね。なんか前田さんも打ってたようで意外と打ってないね、前田さんからもね。ドラゴンズは2安打で、タイガースの方は今日は広沢さんがね、狙いすぎました。4タコですね。坪井さんもね、ちょっとパワー落ちにしてるからどうしてもね打ち損じが多いね、4-1ね。矢野さんも、矢野さんはちょっと調子の落ちたね、4-1ですね。ペレスさんはこの1本の安打がね、ホームランというね、まあ、ホームランが出ればねもう全然 OK なんですけど、上坂さんちょっと今日はアンラッキーが多かったですね。ということで、タイガースの方は7安打だすべ、トータル14安打の10得点ですね、という試合でした。はい、では、3連戦終わりましたね、戦績ですね。まあこれ文心くんのせいでやっぱり結構ですよね、タイガースで、だから次回はちょっとね、文心くんはなんか、まあ他の方もねおっしゃってくれてましたけど、ピッチャーでもいいような気がするね。で、対戦成績は、あと残りのカードは横浜とね、広島ですね。で、ホームランは文心くんの30本かな、今覗いたとしてもね、51本だからダントツと、盗塁はもう100超えました、得点が333、失点が44、まあ徐々にね防御率も下がってきておりますね。で、カープが現在2位か、でベイスターズが3位、ジャイアンツは4位、ドラゴンズは3連敗で最下位に転落ですね。はい、打者トップ10は文心くんが7割打っております。29本、あ、30本いってなかったかで、クルーズさんが23本で、61打点ね。クルーズさんもよう打つね。赤星さんもね5割超え、まあ、赤星さんはちょっとホームラン望めないからねあれですけど、盗塁は43やから、まあまあ、今日23試合やからほぼバイペースですよね。もっとヒットで出てね、全部決めてればもうちょっと超えるとは思うんですけど、やっぱりちょっと肩のいいねキャッチャーのいるチームから難しいね、ヤクルトとかね横浜とかで、坪井さん
矢野さん、沖原さん、沖原さんもそうか、乗ってきたから、ペレスさんもね、再び、打撃10決意で、ホームランになると広沢さんがね、3割3分の9本、檜山さんも3割3分の8人のね、7本と、まあまあ、徐々に言ってきてる、あと井山さん、金本さんがあまり伸びんかったね、この3連戦ではね。で打点になると岩村さん25打点素晴らしいね。で盗塁は赤星さんだ。それに新君が13個で追いかけてます。出塁率で、ヒット塁打数ね、2塁打、あー文新君が6つリード、3リードはもうね平下さんが意外と2つ打ってるから、まあ足早いからね。勝利打点、三振、フォアボールで犠牲フライ、あギーダーと犠牲フライね。で偵察はロペスさんと中村武さんね。はい、ピッチャー防御率、あ笠井さんがまだそうか、来て投球回数入ってんのか。で梶さんもだいぶ下がってきたね、 2.73 でね。で勝ち星ね、まだ下の福原さんと藤田さん投げてないからね。負けのトップは横山さんとメイさん、斉藤正樹さん、ジャイアンツ2人もいる、ドラゴンズも2人いる。西武は笠井さんダントツトップ、ヤフさんもだからね、3人目のあれで西武稼がしていくのはありかもしれないね。富山さんが5セーブでね、2セーブポイントになるとシュールストラムさん、ギャラードさんが出てきます。勝ち星とプラスになるからね。勝率で、奪三振、奪三振トップはカージーさん、2位にハンセルさん、ハンセルさんも結構ね、オシオンさんもまあまあ稼ぎますけどね。はあ、そうか、関東はハンセルさんがね、ハンセルさんやっぱり関東もね目指したいね。それ24回投げてるのよね、笠井さんね、3分27やけどね、本来減ったら1回ちょっと潰してるから。だって3試合の1ペースで投げてれば50ぐらいはね、だから150は下手したらいっちゃうか、150はいかんか、50はいかんからね。はい、ということでどっちだっけ、次カープとだ、また2連戦になるんですよね、多分甲子園でしょうね。はい、次回からカープとの2連戦となります。お楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それでは皆様さよなら。